新海拓9月22日隊は、日本の銀行家、元秋田銀行頭取、秋田県卓球協会会長、秋田県秋田市出身、早稲田大学教育学部卒業後、秋田銀行入校、職員組合委員長、横手、仙台などの母店で、支店長を務め取締役昇格後は、長らく企画担当を務めた。2001年、2期4年頭取を務めた。 す訪純人の退任に伴い、頭取に昇格。頭取在任時は、2001年の赤字決算を受け、翌年度から経費を16億円削減したほか、秋田市内店舗の統廃合など、経営体質のスリム化に努めた。また、法人融資の底上げに取り組むため法人営業チーム、仙台法人営業本部の部署を立ち上げた。さらに、2007年3月末には1年ぶりに、 総予金期末残高を2兆円に回復させる施策も講じた。中学1年から卓球を始め、総大卓球部首相を務めた1963年の全日本卓球選手権大会ダブルスに出場。優勝を果たした。また、現在も秋田県卓球,卓球協会会長を務めるなど、卓球との縁は深い。日本金融通信祝冊版38版2001年。 日本金融通信社2002年日本金融通信縮冊版44版2007年日本金融通信社2008年日経金融新聞2001年8月1日ありがとうございます